この制度が始まって、えー、と3年目の今申請が始まろうとしているところなんですけどもちょっといろんな世の中の風向きが変わってきた中で一番大きいのはが、えー、有利に進むんじゃないかと。 えー、皆様、こんにちは。求人サービス援護会の株式会社ウィルビー代表者の江本と申します。今日は、有料募集情報と提供事業者認定制度ですね。えっと、こちらについてというか、こちらをぜひ取得というのをですね。 あの、この機会に前向きに検討されてはいかがでしょうかという内容でですね、あの、お話をしたいと思っております。で、えっと、大前提なんですけども、えっと、ちょっと画面の方を共有でお話しさせていただきますと、えっと、皆様ご存知の通りなんですが、この有料募集情報等提供事業者認定制度は、えー、厚生労働省の委託事業ということで、えー、受けているのがですね、 運営自宅団体が、えー、全国求人情報協会ということで、この全球協賛があの運営をですね、されている、えー、制度ですのであの、当社ウィルビーはあの単なる全球の会員企業でしかありませんので、あのとりあえずここの,あの運営委託を受けている団体でもなければ、えー、何でもないあの、単なる第三者という立場からあの,のお話になります。なのであの今日の資料とかもですね、 この、あの、有料認定の、あの、ホームページから抜粋してるものを中心に、あの、使わせていただきますので、えー、その点ご了承いただきたいんですが、えっ、ー、と、なのにですね、なぜ、この YouTube も含めてですね、Web セミナーも含めて、えー、私が、あの、お話を、えー、あえて、あの、このタイミングで、えっ、ー、と、したいか、あの、これ、私がしたいからしてる <laughs> 感じなんですよね。なぜしたいかというと、 方が、あの、この求人事業、特にあの、当社ジョブメーカーという、このサービスを使っていただいてですね、あの、多くのお客様が、あの、求人メディア事業に、えっと、新規参入、えー、されてるかと思うんですけども、あの、ぜひ取った方が、えー、事業展開が、あの、良くなるんではないかと思ったから、あの、お話をしているということになります。 なので、時間的には今日あの全体でざっくり30分程度であの終わる内容で、もし、私にご質問などあれば、いただければと思っておりますが、なぜそう思うのかというところとで,ですね、そして、なぜ、なぜ試作したらいいかというところと、あと、どういう制度かというところの全体感というのを、まずは前半でお話しさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、早速本題に。 触れていくような感じですが、取得した方がいいのではということで、今日のこのウェブセミナーですが、1番目、2番目、ここですね、ここをまずお話ししたい。取得のメリット、そして今どういったところが取得をされているのかというところです。で、えっと、3、4、5は、 もうホームページに記載されている内容ですので、まあ、別にそれをざっとあの読み上げる程度になりますので、えー、そういった形でまずあの前半進めていければと思います、はい。では早速ですが、この認定マークの取得メリットということで、一般的にというか、えー、とこれは制度の受託の団体である全休協さんの方でえ作られている資料なんですが、こういったことを挙げられています。えー、認定のメリット、えー、求職者 安心して利用できる有料な募集情報と提供事業者、メディアサービスであるという、そういう訴求ができるので、求職者はそれを判別、選択ができるというメリットですね。で、2つ目、求人企業は有料な取引先、募集情報と提供事業者の有料なあの提供先ということですね、の判別選択ができる。 で、えー、有料な募集情報と提供事業者を利用することによる、求職者からの信頼性の向上、コンプライアンス意識の強化ということが、求人企業にとってのメリットとなっています。で、えー、最後に、この募集情報と提供事業者ですね、えー、こちらにとっての、えー、メリットということになるんですけども、えっ、ー、と、こちらはですね、えー、求職者、 求人者等からの社会的信用の向上。まあ、この先、まあ、えー、業界全体認識の向上、アクシス業者配置した健全競争の実現ということでありますが、あの、私どもとしてはですね、あの、このウェブセミナーも、えー、求人メディアを運営している、えー、これも規模問わずなんですが、えー、その皆様に対して、あの、今日はお話をしているつもりですので、えー、この募集情報と提供事業者の皆様にとってなぜ、 取ったらいいのか、まあ、この3つあるんですけど、私はズバリですね、えー、この、まあ、いろんな工場とかね、いろんなメリットとかこうやってありますけども、ズバリお伝えしたのはこれです。えー、最大のこの取得するメリットは、求人企業の獲得にあるのではないかと思っています。で、えー、とそこをちょっとあのもうちょっと具体的にお話しすると、あの結局この有料認定制度って例えば派遣、 もありますし、受け負いなどもありますし、あの、他の、まあ、ものでもあるんですけど、この人材ビジネスで言えば、あの、ああの人材紹介もありますよね、有料の。ありますが、それを取ったことによって、求職者に対して、その有料制度があるというような、そのメリットの訴求っていうのは、どんだけ国がですね、厚生労働省が行ってくれるのか、 まあ、この制度自体が行ってくれるかっていうのは、やっぱり現時点においても、まあ、そこまで多くの訴求がされるかっていうと、まあ、どうなんだろうっていうところですよね。で、おそらく取得を考えてな、ね、いメディアの皆さん。なんでかっていうと、ここじゃないかと思ってるんですよね。有料認定を取ったって、求職者側がそれを理解してないよねと。そんな制度があること自体、そもそも。なので、 あんまりメリットがないんじゃないのという方が多いんじゃないかと思っています。で、えっと、僕も実はやっぱそう思ってた一人です。ですが、実際にちょっとこの制度が始まって、えっと、今、えっと、3期目ですかね。えっと、3年目の今、申請が始まろうとしてるところなんですけども、ちょっといろんな世の中の風向きが変わってきた中で、一番大きいのは求人企業獲得が、 え、有利に進むんじゃないかと。つまりあの、営業ですね。えっと、皆様の営業として、えっと、経済企業を獲得していくってことが非常に重要になってきてるかと思うんですけども、あの、こちら、どうでしょう順調に進んでますでしょうかあの、進んでるというところであれば必要ないかもしれないんですけども、あの、実はこの、やっぱり、有料認定のメリットっていうのは、その、法人に対して、 あの皆様営業をかけて求人企業を獲得されるわけですよね。で、この時に、この厚生労働省の、えー、認定するこの制度にのっとって、えー、有料認定を取っているメディアですということの訴求は、これは取ってないよりも有利に進んでいくのは間違いないだろうというところと、あとはですね、やっぱり状況が変わってきてるので、ここですよね、次のここなんですけど。 今、求人事業というのは、厚生労働省への届出制の,あの事業になってますよね。これが募集情報等提供事業者の届出制のスタート、2年前から始まってますけど、まあ、これとセットの話だと思うんですけども、こういう許認可事業ではまだないですけれども、あのこういう事業に変わってきているということを考えても、一般企業への営業時に少しでも他のメディアとの違いをつける上で、 えー、この有料認定制度にのっとってですね取っているってことは非常に大きなメリットがあるんじゃないかというふうに考えていますまあ、それがあの一番僕の今日お伝えしたかったポイントですズバリここです、えー、なんですがもう一点ですねあのこれはまあちょっと深読みの部分もあるんですけどもまあ、メディアを運営されている皆様もそうじゃない皆様も今あの多くのメディアの方で求人メディアの方で 掲載ができない問題ってよく聞きますよね。今まで問題なく出ていたのに、掲載ができなくなった。落とされてしまった。なんでだろう原因がわかんない。ってあるんですけど、おそらく原因はですね、ここにあります。2年前から始まってる、この募集情報等提供事業者のガイドラインというものがきっちり厚労省から出ていて、えー、こういう基準でメディアというのは情報を取り扱わなければならないっていう、 あの指針がもうしっかりこれ今上がっています。で、そこに乗っ取れば乗っ取るほど、掲載も有利になってくる。それで例えばアグリゲート型サイトへの掲載なども、やはり結局基準はここに、 あるんではないかと考えています。このガイドラインに、ね、しっかり沿ってるかどうかですね。ということは、広く求職者に訴求する上で、今、求人メディアの情報をもいろんなアグリゲートなどなどに載せて、いろんなとこにこうメディアミックスでこう配信するのがもう当たり前ですよね。だけど、出ないってことで悩まれてますよね。悩,悩まれてる方は悩まれてると思うんですけど、それは、つまり、 この有料認定という、まあ、さらに一般の届け出せよりも有料認定ですから、そこの基準まで考えた求人情報の提供を日頃から行うということは非常に価値が高くなる。それは訴求する上においてですね。 あの、なので、直接的に、この有料認定制度っていうのが、なんかこう、世間でテレビ CM とかも含めて有名になるってことは、ちょっと現時点では、うん、ちょっと、あの、そういう情報は僕のところにはないんで、わかり、分かりかねますけど、そういうことを期待するんではなく、あの、求職者の訴求という上でも、結局、乗っ取った情報提供というのが、実は、あの、最短のルール、ルートじゃないかというふうに思いましたので、えっ、ー、と、このちょっと3年目の申請が始まるタイミングで、 あの、私の個人的な、あの、まあ、試験ではありますけど、これ絶対取った方がいいんじゃないかなと思ったので、えー、こういうセミナーをさせていただいてるというような次第になります。ということで、えっ、ー、と、じゃあ実際にこの2年間で次ですね、認定マークの取得企業ってどこなのということで、どれぐらいの会社が取ってるかなんですけど、えっ、ー、と、なんとですね、少ないんですよ。あの、まだ32社なんですよ。 でいやこれが320社もあれば、またちょっと話違うかもしれないですよね。まだ32社なんですね。で、あのちょっと別に全部読み上げませんが、見てっていただいたら分かるように、もう、まあ、皆さん知ってるような会社ばっかりじゃないですか。メドレー、マイナビー、アルバイトタイムス、パーソルキャリア、アイデム、エンジャパン、ディップ、キャリタス、SMS、ダイムモンドヒノーソリューション、アスコム、ね、求人、沖縄、イフ、コミュニティマーツ、カッコム、で、順番にですね。 いきますけども、皆さん知って有名な媒体者さんばっかりですよね。あの、ホームページにこれ公開されている情報ですので見ていただいたらいいんですが、そうなんですよ。あの、逆に言うと、そういうところしかまだ取っていないということを、あの、考えても、まあ、我々のジョンメーカーのお客様で新しく始めた企業様、あ、ちなみにあの、2年事業の継続してやってる実績っていうのが、 あの、実は、あの、この申請する条件に入っているんで、まあ2年以上の実績はいるんですけども、あの、そういった企業様であれば、あの、こういったところに、あの、名を連ねて有料認定を取ってるということは、僕は営業上も非常に、あの、使えるものになるんじゃないかというふうに考えましたので、あの、この3年目ですね、え非常にチャンスがあるのではないかというふうに思っています。 ということで、えっと、3番目ですね、制度の概要ということで、えっと、ここからはあのホームページに公開されている資料をもとに、えー、簡単にご説明をしていきたいと思います。はいえーでえー、まず、求人者にとって取引先選定の基準、信頼性の向上、求職者にとって安心安全な事業者の選択ということで、えー、目的ということで、有料事業者認定制度ですね、法令、遵守及び採用定置をまついて、一定の基準に満たした事業者を認定することにより、 求職者が安心・安全な事業者を選択し、求人者が取引積選定の基準とすることによって、健全な競争と求人者と求職者の適切なマッチングの促進を目的としていますということですね。まあ、なので、この実際に運営・受託団体というところが認定基準を設けて、ですね、認定の審査を行って、最終的に認定というマークが出ると。 まあ、こういった制度ですね。まあ、このあたり、あの、しっかりホームページを、あの、またご覧いただければ、えいいかなと思います。で、えっと、詳細は、問い合わせ窓口なども、あの、あるようですので、あの、ぜひそちらに、あの、詳細、あの、お聞きいただければ、いいんではないかと思います。で、えー、認定基準と要件ということで、詳細に関してはですね、またあるんですけども、大枠だけ、えっと、ちょっとこの、 え、動画でお話し、え、できればと思います。で、まず一番目ですね。これが、あの、意外に大事なところかもしれませんが、え、2年以上の事業実績が必要になります。なので、この求人メディア事業、求、部署情報等提供事業ですね。これを始めて2年以内の場合は有料認定の申請ができませんので、そこはあらかじめ、あの、まあ、ご留意いただければというふうに思います。 でえー、とそして当然ですけど、丸にですね、この募集情報と提供事業、今、届出制ですので、えーと、ちゃんと厚生労働省に届出を行っている、えー、そういう事業者であることということになります次丸さんちょっと飛ばします。 えー、まるようまですね。直近5年間、労働関係法令に重大違反をしていない。えー、直近3年間、全、えー、金を滞納していない。直近3年間、社会保険及び労働保険の滞納していないと。えー、こういったところをクリアできているかどうかですね。まあ、これも基本的な、あの、ことになるかと思いますが、こういったあたり、あの、しっかり、あの、確認いただければと思います。はい。で、えっと、マル7番線、ね、これが、えっと、令和5年3月17日の えー、厚生労働省職業安定局長のですね、ここの数字ですね。これに通じに関して適切に対応していること。で、その他本制度の趣旨に照らして問題あたりの説が認められないことというところで、えっ、ー、と、このあたりが、あの、クリアされているかどうか、えー、一つ、え、ご確認いただければと思います。はい。えー、スケジュールのところに関してまで、まず一旦前半では、え、お話をできればと思います。で、えっ、ー、と、申請のスケジュールなんですが、 あの、説明会等が10月開催されておりましたので、11月、申請から認定の名前ですね、初旬に審査認定期間が指定され、本制度をウェブサイトで公表されるようです。先ほどのウェブサイトですね。なので、そちらでご確認いただくことになります。で、公表された審査認定期間の中から、一つを選んで、申請処理等を提出し、原則オンラインでの審査のようです。で その後、3月末までに認定の可否結果が通知されますということで、なので、1番ですね、ウェブサイトにですね公開された上で、審査認定期間を選んでえ申請をするというところですね。で、申請に必要な処理を認定するウェブサイトでダウンロードし、必要項目を記入の上期限までに審査認定期間にご提出くださいと。 ということです。えー、なので、12月中旬までにえ申請の準備をまあえ終わらせるイメージですかね。で、申請をして手続き、まあ、1月中旬ということで、審査準備をえ整えながら、審査が2月ぐらいなんですかね。これ、1月中旬までが手続きということなので、2月えから3月上旬の間が審査ということで、原則オンラインえようになるみたいです。で、一番審査に向けた準備としては、 認定機関に対するエビデンスの提出とその説明準備を行う。審査エビデンスの事前送付の日程は通知が来るということです。で、えっと、原則オンラインの審査と、審査項目の説明者、担当者を設定の上、説明資料等をご準備くださいということで,で、最後、3月上旬から3月末までの予定で認定ということになるようです。審査結果の受領、各審査認定機関が認定の可否案を決定、 え、認証委員会に報告し、認証委員会が認証します。え、認定の可否結果は審査認定機関に通知されますと。で、認定書の受領、申請した審査機関、審査認定機関より認定書が送付されますということで、なので、え、まとめますとですね、え、とにかく11月の、え、頭に、え、公開されますので、え、その上で、え、希望を、え、その、審査認定機関に提出をするということですよね。 でそして、えー、審査の準備に入ると。で、えー、2月には、えー、審査が始まりますので、まあ、それまでの間に、えー、この審査認定機関とのやり取りがあるんだと思います。で、えー、審査の方はオンラインで行われると。で、そして3月上旬から3月末までのところで、えー、実際の認定が下りると、そういう流れになっていくようです。と、はい、ということで 一旦こちらで、あの、まず前半のところを終わりとさせていただきますが、あの、後半はですね、このウェブセミナーの皆様に、えー、実際に、あの、この審査というのがどういう感じで進んでいきそうかというのを私がちょっとヒアリングした、あの、感じなんかをお伝えできればと思いますが、一旦ちょっと前半の部分としてですね、まず冒頭にお話ししたまとめとすると、えー、メリット。えー、これはやっぱり、あの、法人営業として求人を獲得するのに、 僕は有料認定っていうのはすごい使えるんじゃないかというのを最大のメリットと挙げています。で、二、えー、つ目のメリットとすると、やっぱりこの、あの、有料認定の基準に沿って、えー、メディアを運営している求人情報というものが、今後、えー、いろんな形で情報を提供していくにあたっても、実際はその基準に則っ,ってるってことが、掲載の,あの合否を決めてくると思いますので、 え、有利に働いていくというところなので、この基準っていうのはしっかり考えたメディア運営をされていくのが、あの、長い目で見ても得策だろうというふうに思います。で、えっと、最後、3点目ですね。この申請するのに一つポイントをすると、え、一番ちょっと問題なのは2年以上は、あの、事業実績がいるというところです。で、そしてスケジュールとすると、先ほど申し上げたように、11月の頭に公開されますので、そこで必要な書類を多分、あの、ダウンロードしてですね、 えー、記載した上で、えー、認定期間に、えー、提出すると。で、えー、準備を済ませて2月から、えー、オンライン審査が始まるということで、今年度中ですよね。えー、この3月末までに、えー、有料認定が、えー、取れると、ベストではないかと思います。ということで、えー、っと、実際これからもですね、あのー、この求人情報、まあ、あの、人材事業ですね。 にえー、展開するにおいてあの必要な有利な情報などを、えー、この YouTube でも展開していきたいと思っておりますので引き続きよろしくお願いします。はい